はい、皆さんこんばんは、製麺機です。今日も晩酌の準備が整いましたので、早速ね、晩酌やっていきたいと思います。で、今日はね、ブリの釜が安かったんでね、まあちょっと小ぶりかなと思うんですけども、そんなにね、大きいブリの釜じゃないんですけども、これでね、税抜き160円ぐらいだったんでね、安かったんで、久しぶりにブリの釜買ってきて、俺だし醤油にね2日ぐらい漬け込んで魚焼きグリルでね焼いてきました。それとあともう一品は日本一さんのね焼き鳥チェーンの日本一さんの焼き鳥をこの間解凍したのがねまだね残っててね食べちゃわないとねそろそろ食べちゃわないとと思って今日は、焼き鳥とあとぶり釜ねだし醤油漬けこれでね和風な感じですね今日は。これで晩酌やっていきたいと思います。では飲み物は、今日は朝日さんのトライゼロいつものね朝日さんのトライゼロでいってみたいと思います。よいしょ。おおいい音。あんましわしわ言わないですね。もうちょっとこうねいい音すればいいんですけども。では焼酎は、中身は大五郎師匠入ってますね。大五郎師匠このくらいかな。ではこぼれないようにね慎重に軽くかき混ぜてこんな感じねシュワシュワな感じでまあいくらかシュワシュワしてますねでは今日もね一日皆さんお疲れ様でした。ではお先に失礼していただきたいと思います。じゃあお先に失礼してねシュワシュワで乾杯いただきます。富士山富士山いいですね。富士山ピンと合ってて綺麗ですね。美味しい。梅雨に入ってちょっとね寒いんですけどもね青森もちょっとね最高気温がねお天気悪くてそんなに高くならなくてねちょっと肌寒いかなっていう感じもするんですけどもでもやっぱりまあね冷たいシュワシュワは外せないんでね。よいしょ。軽くかき混ぜてまたね一回置いておきたいと思います。ではまずはね、ぶりカマのだし醤油漬けこれをいただきたいと思います。よいしょ。こんな感じでねピントが来ましたね。ピント先輩来ました。ちょっとね焦げてますけどもねお醤油だし醤油がどうしても焦げるんでね油乗ってるところが特にでも中はね白くて綺麗だと思うんで外側だけちょっと焦げちゃうんですよね。こんな感じですね。では早速ね身をほぐしていきたい。ピンときましたね。この辺ほら中はもうね全然真っ白なんですよ。おおすごいすごいすごい。こうですねではこれにね大根おろしをのせてもうちょっと混ぜようかな。大根おろしをのせてでここにねお醤油をよいしょ。もうしっかりもうかけてねこれでいただきたいと思います。これがうまいんですよ。おーもうねぶりの身にね大根おろしのせてこれでわあ崩れちゃう。よいしょ。崩れてうまく取れないな。じゃあいただきます。あー、崩れちゃうな。ちょっとこの辺いってみようかな。これちょっと塊っぽいんで、こうでどうでしょう。ぶりカマいただきます。うん、あ、うまっ。骨危ないんでね、ぶりのカマおっきい骨入ってるんでね、食べるときね、気をつけてくださいね。ぶりカマ、これも骨ですね。こんなおっきいの入ってるんでね、これ刺さると大変なんでね。よいしょ。また大根おろしですよね。大根おろしが美味しい。だし醤油がね染みててほんと美味しいんで、ぶりカマね、お安く買えたらね、だし醤油漬けねおすすめなんでね、やってね食べていただければと思います。うんうん、あ、やっぱうまいなこれ。これね、ご飯に乗っけて食べても美味しいんだよね。うん。ではね、お酒はね、こちら安藤水軍、これ青森県の地酒ね。この間紹介したんですけども、動画ファイルが壊れちゃっててね、ちゃんと紹介できなかったんで、また持ってきました。特別純米酒、アルコール度数 15% になってますね。日本海安藤水軍津軽ね、津軽の安藤水軍で作ってるのがね、青森県西津軽郡鰺ヶ沢ですね。西津軽郡鰺ヶ沢の尾崎酒造株式会社さんで作ってる青森県の地酒、西津軽郡のね鰺ヶ沢の安藤水軍っていうね日本酒、これすっごいうまいんですよ。見てください、これ。ほら、わかるかな、この色。これねすごいね、しっかりわかるくらいね、動画でもわかるくらい色ついててね、すごいうまみがあって美味しいんですよ。じゃあいただきます。うん、甘みがあって美味しい。菊水さんの船口ってありますよね。あれみたいな感じかな。うん。あんな感じでこうね、味がね、甘みあって濃い感じで、旨みがあってね、これすごい美味しいですよ。うん、日本酒のフルーティーな感じっていうんですかね。それもふわっと軽くありますよ。うん。値段もそんなに高くなくてね。どうなんだろう、安藤水軍ってあんまり知名度聞いたことないですけども、うん、豊杯とかね、亀吉とかそういう日本酒はね割と聞きますけども、あー、ピントが合ってないな。安藤水軍ってあんまりこう私もそんなにこう聞かないんで、あ、ピントがなんかもう全然ダメですね。でもねすごい美味しいです、この安藤水軍ね。これおすすめ、私これもおすすめします、青森の地酒で。うん、これも美味しいですよ。ではお次はね、またいつもの野菜サラダ。今日はねコーンのトッピングにしてみました。時々ねこうねトッピング変えたりとかしないとね、見てくださる方もねまた同じかよってねなっちゃうと思うんで、今日はコーンをトッピングしてみました。まあドレッシングとかはいつもと同じなんですけどもね、リケンさんの癖になるうま塩、もうこれが美味しくてね、もうずっとこれ使ってるね。よいしょ。これとエバラさんの玉ねぎのタレ、これもまたねアマゾンさんで注文しないとね、あと1本しかなくてね、なんでね、まあつなぎでまたおろしのタレ買うことになるかな。よいしょ、軽くかけて、ではこれ箱買いとかしたらどのくらい入ってんのかな。おろしのタレ、おろしのタレじゃない、玉ねぎのタレ、エバラさんのね玉ねぎのタレ、箱買いでも賞味期限とかもありますしね。ではサラダチキンは CGC さんのブラックペッパーのサラダチキンだったかな。でじゃあまだねトマトからね、いつものトマトからいただきます。うん、トマトも安いトマトをさらにね1個使わないで半分にしてね、ああこぼれた。じゃあサラダいただきます。うん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 、こぼれた、もったいないよね。うん、ああ今日もおばの頼まれごとしてね、ではお次はね、七味唐辛子、七味唐辛子をちょっとね、どれ、あ、軟骨じゃない、つくねからいこうかな。つくねにパパッとかけて、でわさび、私はね焼き鳥にわさびつけて、これも入ってないの、わさびつけて食べるの好きなんで、この辺にちょっと出しといて、あ、これももうあんまり入ってないな。ではわさびをちょっとこうつけて、よいしょ、あーうまくつかないな、よいしょ、これでね、日本一さんの焼き鳥チェーンの日本一さんの焼き鳥、手前からね青じそつくね、頭ハラミ、これね頭ハラミとあと軟骨串3本ね。じゃあまずねの青じそつくねからいただきたいと思います。ピント先輩は来たかな、ピント先輩。じゃあいただきます。うん、青じそがねすごくいい。うん、青じそが爽やかな感じでね、これで軟骨入ってたら言うことないですけどもね、軟骨は入ってないみたいですよね。あーピント先輩、ピント先輩来ましたね。いやー美味しいな、やっぱり日本一さんの焼き鳥は。じゃあここはまたね日本酒でいきましょうかね。安藤水軍、青森県の地酒、西津軽郡鰺ヶ沢のね尾崎酒造株式会社さんの安藤水軍、これ美味しいっすよ本当に。よいしょ、ではねこれほんとこんな色ついててね、すごいねうまみがあって美味しい。うん、菊水さんはアルコール、菊水さんの船口はアルコール度数ね 19% あるんでね、もっとガツッときますけどもね、まあ、そこまではねアルコール度数 15% でしたっけ。うん、アルコール度数が 15% くらいなんで、そこまでガツンとは来ないですけども、結構ねしっかりねうまみもあってね甘みもあってね、日本酒のねフルーティーな香りもふわっとこうあったりして美味しいお酒です。うん、では次はね、これねまだね私がね漬けたねきゅうりの漬物なんですけどもね、食べきれなくてねまだ残っててね、また出してきました。もう色が変わってきちゃっててね、もうこれで終わりなんですけどもね、1人だとねなかなか食べきれなくてね、これ2本つけたんですけどもね、もう1人だとねなかなか食べきれなくてね。じゃあ今日はこれいただきます。うん。お酢をねしっかり効かせてるんでね、お酢がねすごい効いててさっぱりして美味しいんですよ。うん。うん。夏はこのきゅうりの漬物美味しいんでね。ではちょっとシュワシュワ飲んで、うん、ではじゃあね、ここでね大五郎、中身大五郎ね、中身が大五郎師匠入ってて、これをちょっと注いでね。今日はね果物とか何にもね、ウイスキー向きのつまみがないんでね、ここでウイスキーだけねちょっと飲みたいと思います。ジンビーム、バーボンウイスキーのねジンビームをちょっとね焼酎に割って、おお危ない危ない、かさ増ししてね、これでいただきたいと思います。じゃあいただきます。うん、うん、美味しいっすよね。うん、毎回なんか言ってること同じですけどもねうん、このねバーボンのね華やかさが好きなんですよ私。うん、ジンビームもねお安いウイスキーですしね、まあちょっとね、まあ辛みがありますけどもね、安いウイスキーなんで。でもね香りも良くてね、まあ安いウイスキーの中ではやっぱり美味しいウイスキーだと思いますよ。うんうんうん、うん、ではまたねぶりカマ、よいしょ、ぶりカマいただきたいと思います。どうかな、ピンときてるかな、ピンときたかな。この辺とかね、あ、ここも骨、これも骨ですね。ちょっと今ね片手塞がってるんで、ちょっとね身がついてますけども、片手塞がってるんでね勘弁してもらって、あとちゃんとね身取りますけども。うわ、つってるかなちゃんと、よいしょ。ぶりカマね、ほどほど脂ものってて美味しいんですよね。身の方はねやっぱ高いんでね、カマの方が若干お安いかな。で油も乗っててね、でブリカマだと、まあブリの切り身だと、まあ照り焼きとかねするんでしょうけども、ブリのカマはねさすがに照り焼きできないんで、なんでねブリのカマねお安く買ってだし醤油につけて食べるっていうのがね私のおすすめです。うん、これが美味しいんですよ。もうご飯のにねほぐしてねご飯にのっけて食べても美味しいんでね、これお酒のつまみにもいいですしね。じゃあいただきます。うん、おいしい。うん、あと骨に注意ですね、おっきい骨ついてるんで骨に注意しながらね。これほんとねどうなんですかね、青森、私のところだとぶりカマよくね売ってますけども、皆さんお住まいのところでぶりカマってよく売ってるもんなんでしょうかね。あんまりこの晩酌動画とか見ててもぶりカマ食べてる人なんて見たことないんでね、売ってるのかどうかわかんないんですけども、これもね晩酌にねお酒によく合うんでね、日本酒にね特にこうやって食べるのおすすめなんで。うん、あ、うまっ。うん、やっぱこれやっぱ日本酒だな。シュワシュワで飲むとね生臭い感じすると思うんでね、またね安藤水郡、青森県のね地酒、西津軽郡鰺ヶ沢町ねの安藤水郡でね、いやー本当にぶりカマ美味しい。ぶりカマ、ぶりカマの方がキンカウより若干安いと思うんでね、だし醤油につけてねこうやって焼いて食べるとすごい美味しいんでね。で大根おろしね、大根おろしのっけて醤油かけてねいただくと美味しいんでおすすめします。これに日本酒ね、地酒ね、地酒合わせていただくのがね美味しいんで、美味しいな。これ500円ぐらいだったかな。 300ml で 300ml で500円ぐらいだったら、陸奥八仙が 300ml で600円ぐらいするんで、こっちの方が若干お安いのかな。陸奥八仙もちょっとね甘みがあって美味しいお酒ですけども、こっちはこっちでねまた美味しいんでね、これも美味しい。田酒はねやっぱり田酒の方が美味しいですよ、ぶっちゃけねぶっちゃけ田酒の方が美味しいんですけども、田酒はね青森でもねプレミア価格じゃないと手に入らないんで、でプレミアがついてない青森の地酒、青森の日本酒で美味しい日本酒って言ったらこの安藤水軍もね候補に入ると思いますよ。まあ値段次第ですよねやっぱ。プレミアついてるの日本酒はねプレミア価格なんでね、ちょっと比較に、ね、ならないんですけども、プレミアついてないような日本酒で価格比較して、まあ 300ml で500円ってもうそれなりに高いですけども、今買えない金額じゃないんでね。でこれだけ美味しければね、私おすすめだと思います。ではね、また七味唐辛子をパパッとかけてね、よいしょよいしょ、これが頭ハラミかな、頭ハラミ串、よいしょ、わさびをつけてね、焼き鳥にわさびつけて食べる人っているのかな。私は晩酌動画とかね見ててもね焼き鳥にわさびつけて食べる人見たことないんでね私だけなのかな。これすごい美味しいんですけどもね、ちょっとね最近っていうかちょっと細いんですよね焼き鳥が。前はもうちょっとこうボリュームあった気するんですけどもね、日本一さんのささみじゃねえや、ハラミ、なんだっけ、ハラミ串なんだっけ、出てこないな、頭ハラミか、頭ハラミ串ね、もうちょっとボリュームあった感じするんですけどもね、やっぱ塩の焼き鳥にねわさびつけると美味しいんで、じゃあいただきます。おいしい。豚肉なんでねお肉食べてる感じがすごくあってね、青森だとね前にもねよく話してますけども、豚肉も鶏肉もね串に刺さってこう焼いてるやつは全部鶏肉って言うんでね、鶏肉ね、焼き鳥って言うんでね、豚の頭ハラミもね串に刺してこう焼いてね焼き鳥って感じで売ってるんですけどもね、すごくねお肉食べてるって感じがしてね、お肉のこうね脂のジューシーさもあってね美味しいですよ。うん、よいしょ。ではねシュワシュワ飲んでね、うん、じゃあおかわり作って、よいしょよいしょ。な、氷がちっちゃくなっちゃって。ではまたね大五郎をこう注いで軽くこうかき混ぜてね、まあピンポケ大丈夫かな、置いときたいと思います。もうね、じゃあお次ね、もうこれでね、軟骨串もねもういっちゃいます。軟骨串もよいしょ、わさびをしっかりこうつけてね、よっとこんな感じでね、どうでしょう、日本一さんの焼き鳥チェーンのね日本一さんの軟骨串、美味しそう。ではこれもいただきたいと思います。軟骨おいしい。カロリー低いですからね、骨なんでね、軟骨なんでねカロリー低めで、ね、これだけね食感も良くてねカロリー低めで美味しいね焼き鳥なんでおすすめですね。これもよいしょ。ではね今日の晩酌動画の方はねこの辺で締めにさせていただきたいと思います。もう結構ね酔っ払っててね、滑舌もちょっとね怪しくなってきてるんでね。あとはまあアニメか動画かなんか見ながらね、評価の再放送の録画したやつを見るか、あとかぐや様のね2期もねまだ最後まで見てないんでね、その辺も見たいんでね、うん、まあ何かしらねその辺見ながら晩酌続きやっていきたいと思います。では今日もね最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また明日ね動画アップしたいと思いますのでねよろしくお願いします。じゃあシュワシュワ飲んで、うん。